ここでちょっと時間を、いただきまして、地球地図のデータをですね、GIS のソフトに表示して、でさらにですね、まあ、皆さんそれぞれそれをまあベースにするわけなので、その上にですね、自分たちのデータをその上に乗っけて、何か自分たちの業務に、使えないかということで、そのまあちょっと、まあ、一歩進んだ使い方というの例としてですね、紹介させていただきたいと思います。でちょっとデモンストレーションを期間で座らせていただきます。今回はですね、まず環境省さんの方で調査した野鳥のデータ、野鳥の青字というんですね、全国ですね、その青字を放鳥したというか、捕まえて放鳥した場所のですね、データがあるんですね。で、まあ、こういう、Excel では表示するんですが、CSV ファイル、テキストファイルなんですけども、でこれはもう、いとこのデータが入っているデータがあるんですね。で、これを、地球地図上にですね、表示をして、で、表示をしただけじゃないです。まあ、表示しただけですね。で、さらにですね、その分布には何か傾向がないのか、例えば標高が高いところに多いのかとか、地理音がどういうところに多いのかとか、そういったものをですね、調べてみようというような感じのストーリーでちょっと話を進めていきたいと思います。でですね、まあ、これ GIS で、表示したですね、地球地図のこれ標高のデータですね、日本地図。ダウンロードしてきました。で、あとは、植生とか、地皮膚とか、まあ、地理用とか、あるんですね。で、標高ですね。で、ちょっと環境地方を開いたしますね。で、で先ほどの、自分たちの持っている通りでデータがあって、Excel のデータとかがあったとしたら、それを、まあ、地図上にですね、こう落とすわけですね。でそれを、まあ、こういうようなツールでですね、そのファイルをですね、指定して、で、読み込むとですね、まあ、最終的に、どういうふうになるかというと、ますね。まあ、こんな感じでですね、その緯度経度を地図上に落とすことができるんですね。ちょっと全体を、見てみましょうか、もうちょっと。こんな感じで落とすんで、ですね、もう一回戻しましょう。で、私、今、こういう、GIS ではですね、簡単にこの記号をですね、変えることが、まあ、いろんな単純な丸三角四角とかから、私が今使ったのは、なんでしょうね、鳥の、シンボルみたいな、鳥もまあ今3種類ぐらいちょっとここに入ってるんですけども、まあ、こういう感じでですね、こう落とすわけです。で、これを眺めてみるとですね、標高が高いところ、低いところ、真ん中くらいのところが、多いんだろうとかですね、あと植生と重ねたときに、どういう植生のところに多いんだろうとかって、まあ、知りたくなるわけですよね。で、じゃあそれを、ちょっと GIS を使って、調べてみるということになります。で今回はですね、ちょっとまあ、土地利用でちょっと考えてみたいと思うんですけども、で先ほどの、CSV ファイルをですね、こう読み込むと、GIS 上でもその CSV ファイルがそのままこう見えるんですね、この属性とはといいますけども、表のデータが。で、この表のデータにですね、各一点一点に、その場所の、地球地図のですね、土地利用のコード番号というのがありますね、コード番号の数字をここに、入れましょう、調べましょうという、ことをします。で、まあ、そういうツールがですね、まあ、ちょっと用意されていまして、まあ、このツールで、行うんですけども、それの、まあ、結果がですね、ちょっと今、少し大きくしましょうか。で、その、結果をですね、見てみると、この一番右がですね、地理用コード、皆さん、現地から、加わってですね。で、ここに各鳥の放鳥のですね、場所の土地利用コードがダーッと計算されて入った結果なんですね。これダーッと。これってレコード全部ですね、3万レコードくらいですね。で、まあ、こうやってですね、土地利用、あとは、標高もですね、同じように、私の前もって、ましたけども、
次は、胃を一皮膚とですね、あとは、食性ですかね、全部で4種類のデータを、入れてきた、ということが、できました。で、じゃあ次にですね、じゃあ一個一個こう、各包丁の場所のですね、土地利用コードが、分かったので、じゃあ今度はこれ集計をしたいということに、なってきますよね。ですので、集計をですね、今度しましょうということで、この、まあ、Excel でも同じようなことができると思うんですけども、その土地利用コードについて、まあ、サマリーということではですね、その土地利用コードごとに何個あるかっていうのをカウントするということを、今度はやることになります。で、その結果がですね、どちらかな。こちらですね。で、まあ、こんな感じでですね、最終的には土地利用コード全部10から90まであるんですけども、青字の補助10が一番多いですね、16,507。一番少ないのは60。すみません、私、土地利用コードのこれが一番上に行くのを忘れちゃいました。すみません、今、誰か分かる人いません、自由って何だったか。森林、森林ですか。まあ、やっぱりそうですね。60、70。それ、土地利用ですよね。60は多分人口集中域かなと思うんですけど。なるほど。はい、すみません、ありがとうございます。で、まあ、こういう数字が出ました。で、まあ、ここから、じゃあ今度はこれをもっとあの数字だけは見にくいので、グラフとかに、円グラフに表しましょうということで、グラフ作成ですね、こちらにちょっとあるので、グラフ作成ということで、じゃあちょっと棒グラフなんで、今回は円グラフで作りましょうですね。まあ、ちょっと、こうした設定をすると、まあ、最終的には、こんな感じですね、まあ、こんな感じでですね、円グラフを、作るで、まあ、こういったですね、地図と円グラフとかをこうあとはワードとかに付け付けてなんかレコードとかにするとかっていうことが、できたりも、するっていうのができるんですよね。はい、で、まあ、こういったですね、感じで、それぞれ土地利用だったり土地被覆だったりあとは標高別に、ですね、集計をしたりということが、GIS でできたりもできます。でさらには、今度はまあちょっと立体でですね、3次元的に、表示をするとどんな風になるんだろうかですね、これは標高のデータを3次元表示ちょっとしているんです。でちょっとこれはですね、高さ方向をちょっと強調しますので、ちょっと盛り上がりすぎて、まあ、わざとそうしてるんですけども、まあ、こうやって標高データをこう立体してます。でさらにこの上に例えば土地利用の先ほどのデータをこの上になんかこう布をかぶせるように、土地利用のデータをかぶせるような形にしてます。そうするとこう分かりますでしょうかね、土地利用標高の立体で、土地利用コードをこう表示したりとかですね、まあ、こんなふうなことを、表示もできたりもします。でさらにその上に、青字のですね、先ほどの包丁の場所をその上にちょっと黒い点を、黒い点ですね、こうやって表示したりといったようなことも、できたりもするわけですね。まあ、すみません、書き出してしまいますけれども、こういうふうにしてですね、地球地図を使って、さらに、自分でなんかこういう、地大図があったらですね、こういった一個の使い方が、できる、そういう一つの例を紹介させていただきました。ちょっと早かったですけども、以上です。